この手紙には切手も住所も不必要だが必ず届くってことを俺は知ってるよ。未だ近くに感じるあなたはふと思い出すといつも笑ってたよね。いつもミクロミクロって応援してくれてたよね。最後に顔を合わせた時はまるで子供のように目をつむって眠ってるようだった。安らかに眠れ。残された家族友達と同じ俺も君の分まで生きる。生を授かった命は遅かれ早かれ死して土に帰る。けど心配するな。形はなくとも二十歳の君は思い出の私となっていつもみんなの心の中にいるよ。ミクロ。いつも最前列にいた。絶えず歓声を上げ楽しんでいた。たまに仕事場に顔出しては俺を見つけ似合わないと笑った。最後に喋ったのはいつだっけ。人って強いようでもなく燃える炎も実はすごく儚く、なくなったものはもう戻ることなく、記憶の断片に二十歳のままの君が乗る。生きるとは奇跡で